今日はマタイの新約聖書マタイの5章、そこの続き、マタイ5章の33節から37節、そこを先ほど司会者に読んでいただきました。33節、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。今日のメッセージは、はいははいと言いなさい、またいいえはいいえとだけ言いなさい、そこから取っております。今マタイ伝の5章からイエス・キリストの参上の説教からずっと学んでおります。イエス・キリストはこの参上において弟子たちを、また多くの人がそこにいたと思いますが、このクリスチャンの品性というものはどういうものか、クリスチャンの性質というものは心の魂の状況はどういうものかということを語り、そして私たちが、世の光、地の塩でありますよ、信仰者は、ね、真理を明かしする器ですよということを続いてお話しされました、そしてイエス・キリストがこの地上に来たのは、律法を、旧約聖書の律法を破るためではなくって、これを実現するため、成就するために来たんですよと、こう言ってるわけです。旧約聖書の律法は、実会を中心にして610いくつかあると言われておりますが、その目的は、一言で言うと、全身全霊で神を愛すること、また、心を尽くして兄弟姉妹たち隣人を愛すること、神を愛し隣人を愛することを目的としているわけです。その具体的なこの掟が律法なわけです。そしてイエス・キリストは、私は律法を破るためではなくって成就するために来たんですよと言って、安息日に、代表的な出来事は安息日に人々を癒したりしておりました。その働きを見てパリサイ人や律法学者たちが、この人は、このモーセの律法を破るものだ、神の言葉を破るものだと言って、神を冒涜する人間として彼を捕らえて、十字架につけたというのが、そのイエス様の生涯を意味しているわけです。イエス様は、私がこの安息日に、今で言うと土曜日なんですが、安息日に人々を癒すことは、律法を破っていることではない、成就しているんですよ、すなわち人々を癒すこと、それが律法の、この安息日、神を礼拝するこの安息日に人々を癒すということ、それと神を礼拝することというのは、これは一致した出来事ですよ、共通の、行いですよ、礼拝することも、人々を癒すことも、神様に対するこれは信仰愛の行いですよと、いうことで律法を破っているんではないとこう言って、この今の言葉、律法を、成就するために来たんだとこう言っているわけです。そして、次に実戒から一つ一つ、殺してはいけない、勧誘をしてはいけない、妻に離別を与えてはいけない、離別状を、不定の理由以外で、離別する者は許されない、それで今日はその33節、4つ5つ目になりますか、偽りの誓いを立ててはならないというこの言葉をイエス様は引用されました。偽りの誓いを立ててはいけない、よく、この会社の経営者とか、国会議員とか、地方、日本を代表するようなその偉い方々が、何か訴えられた、その時に私は天地神明にかけて誓って言いますが、私は決してそういうことはしておりません、そういうことは言っておりません、そういうことはしておりませんということを言う時に、天地神明にかけて、誓って言いますとこう言って、自分の行いを、正当性を
はい、弁護しようとこうするわけです。それを、はい、そのように神様、天地宇宙を、はい、天地神明を、神様を、はい、使って誓ってはいけない。これは旧約聖書の、はい、レビ記から一つは出ておるんですね。旧約聖書創出レビ、レビ記の19章を開いていただきます。レビ記の19章を開かれましたら12節、レビ記の19の12、そこを読みします。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。私の名によって、はい、神様の名前を用いてということですね、はい、偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である、はい、ここでですから天地神明が、はい、言われているわけです。神様の名前、はい、神様の真実の名前にかけて、はい、私は、はい、こう言います、はい、そのことをやっておりません、はい、その自分の行いの正しいことのために神様の名前をこう利用するわけです。これ以上の誓い方はないわけです、はい、それをしてはいけない、うん、はい、それを言っているわけです。私の名によって偽って誓ってはならない、あなたの神の名をまた汚してはならない、主であると、うん、と言って、はい、ここで、じゃあどうするか、はいはい、またその次に、あなた方は天を指して誓ってもいけない、ね、地を指して誓ってもいけない、はい、そして、はい、エルサレムを指して誓ってもいけないというこの3つ、はい、天を、地を、エルサレム、はい、それを、はい、指して誓ってはいけないとこう言ってるんです。天は何か、はい、神様の御座ですよと言うんです。地は何か、神様の足台だよ、はい、エルサレムは何か、神様の偉大な、はい、神の都、はい、偉大な王の都だから、それを、はい、指して自分の行いが正しいことを誓ってはいけない、うん、また頭を指して誓ってもいけないとこう言ってるんです。あなたは頭の毛一本白くも黒くもできないだろうとこう言ってる、うん、と言って、だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、はい、その事実ありのままを、はい、そうこうこうこういうことでございます、はい、そうそうそういうことではありませんとだけ言いなさい、正直に言いなさいということを言っておるわけです、はい、これが、はい、この立法の解説としてここに出てきておるわけです。これを聞いているのは、はい、立法学者パリサイ人、そしてイスラエルの一般の人々です。この人々はモーセの立法の中で生きている人々を相手にイエス様は語っているわけです。さあ、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、うん、果たしてそれができるかということになるんですね。正直に言えるかということになるんです、ね、私たちは、はい、自分の、はい、生活に起こるさまざまな出来事、その理由、その原因について正直に言えるか、うん、なかなかこれ言えないわけです、うん、どうしたらいいか、はい、立法を守るということをイエス様は今ここで、立法を実践するということはどういうことかということをおっしゃっている。外側でいけない、外側の行いでいけないと言ったことを、はい、内側では人を憎んだらこれは殺したことになるよ、はい、外側ではきちんと守っていることも、はい、内側で情欲の罪を犯したことになるよ、はいはい、また神様の名を使って絶対にやりませんと言ったとしても、はい、これは偽りですよ、はい、じゃあその偽り、はい、心の汚れです、はい、どうしたら治るか、はい、イエス様は、はい、十字架にかかったわけです、うん、そして私たちの罪のために死んでくださったわけです、はい、ですからイエス様を信ずることによって、まず私たちはこの罪の汚れが許され清められるということになります。もう一つ、はい、
今度は信仰の実践、歩みとしてどうするか。今兄弟が、はい、このキリストがしたようにあなた方も私がしたようになるんだ。イエス様はどうされたか、はい、イエス様は私たちの罪を、ね、担って、はい、私たちを許してくださった。イエス様は私たちの罪の身代わりになって死んで許してくださった、はい、そして何をしたか、はい、その、はい、罪を許すとともにもう一つは罪の性質も、はい、十字架で死んで、はい、イエス様が血を流してイエス様を信じると罪の性質も清められますよ、血によって清められますよ、うん、やったことが許され、もう一つやる子の心の性質、自己中心の罪の性質も清められますよ。イエス様を信じるとき、はい、行いではないです。イエス様を信じ、はい、神様を信じることによって、はい、御言葉を信じることによって、はい、またイエス様の血潮を信じることによって許され、また清められるわけです。そしてイエス様は、はい、死を今度打ち破って、はい、罪の結果である死を打ち破って天に帰りました、はい、天に帰って、はい、第二の助け主である聖霊様をこの世に送りました、はい、何のために、はい、私はあなた方をみなしごとはしないよ、聖霊を送って、聖霊があなた方を、はい、真理に導き、聖霊があなた方を神様の道を歩めく、はい、十字架を重荷を負って忍耐を持って希望を持って生きるように、聖霊という方が、はい、神様が、聖霊なる神様が、はい、あなた方のうちに住んで、あなた方に命を与え、力を与え、そしてあなた方に技を与えるんですよ、技を行われるんですよ。ですから、はい、イエス様を信じ、また聖霊様を受け入れて、聖霊様に満たされて歩んでいきなさいということを、はい、言われたわけです、はい、今日はこの律法の中に生きている人々を相手にイエス様は、はい、はいははい、いいはいいとだけ、はい、言いなさいとこうおっしゃったんですけれども、はい、今日私たちは、はい、何を神様の前に求められているか、はい、イエス様を信じ、はい、罪許され神の子となった私たちは、はい、信仰の歩みを、はい、しているわけです。イエス様を信じ、十字架を信じ、また聖霊様を信じて、はい、受け入れた、はい、聖霊様があなたの中に働いて何をするか、はい、神様の御心を成就させようとするわけです。神の言葉を、はい、私たちの心の中において、はい、成就されようとするわけです。聖書の言葉を語ったのは誰か、聖霊様です、はい、聖霊ですから、聖霊様が私たちのあなたの心の中で、はい、信仰を与え、命を与えるわけです、はい、愛を与え、喜びを与え、平安を与え、寛容を与え、親切を与え、自制を与え、誠実を与え、乳和を与え、自制を与えてくださる、うん、その、はい、聖霊様の力によって、はい、その兄弟を愛し続けなさい、この状況を受け入れ続けなさい、感謝を捧げなさいと言って、はい、私たちは今リバイバルの歩みをしております。全てのことを感謝しなさい。なぜ、はい、神様がその出来事も、はい、用いてくださる。神様がその出来事も益に変えてくださる、はい、神様が、はい、御心を成就してくださる、はい、ですから感謝しなさいと言って、はい、歩んでおります。どうぞ昨年の3月29日から始まったリバイバルの働き、はい、その御言葉の、はい、ビジョンの成就実践は、はい、聖霊様に自らを捧げることによって、はい、私たちを聖霊が、はい、清め、はい、そして御言葉に従えるように、神の御心に従えるように聖霊が語り、また私たちを導いてくださる、はい、御言葉は文字ではなくて、はい、御霊に私たちは今使えるものとして、はい、信仰の生活を行っております。あなたに今日神様がこうして教会に来るように、そしてまた奉仕をするように、
はい、そしてあなたの生涯を捧げるように、はい、そして誰か兄弟姉妹を許すように、はい、受け入れるように、今自分が与えられているこの環境を、はい、感謝を持って受け入れることができるように、今そこにいる人物をも感謝を持って受け入れ、ね、自分に勝った人物としてその人を愛することができるようにという、はい、これは聖霊様の働きです。命の御霊の働きが、はい、私たちに今、はい、導かれておるんだと、はい、これは信仰によるんですよ、ね、自分の知恵に、はい、自分の力によるのでもない、聖霊様によるんですよ、はい、この重荷は軽いんですよ、技は軽いんですよということをイエス様はおっしゃっております、はい、ということで、はい、今日は渡る兄弟に語っていただきました。渡る兄弟の頃終わるんじゃないか、女性はおそらく語らないだろうなと思っていただいた、ね、司会やってる女性たちの頃語るんです、はい、いつ語るかはまだ導かれておりませんが、はい、語っていただくと皆さんも奉仕していただく、はい、ここで語るかともかくとして、はい、皆さんがご自分の家庭において隣人において真理を、はい、語るということが、はい、日々実は求められておるでしょう。夫に対して妻に対して家族に対して、はい、神のことを、ね、語るということが、はい、求められておるでしょう。多くの場合私たちは律法を語るわけです。これはしてはいけない、あれはしてはいけない、お父さんこうしてる、お母さんはこうしてるって言って律法を語るんですが、はい、今私たちは律法によって生きているのではありません、はい、聖霊様に仕えて生きている。聖霊様は愛の霊なるお方、命の御霊なるお方です。その方によって、はい、あなたが神様の、はい、祝福を、はい、救いを、はい、許しを、はい、感謝を、はい、用いて、はい、その人々を祝福することによって人々が変わる、うん、これが律法の成就、すなわち神様を愛すること、隣人を愛すること、愛によって律法は完全に、ね、成就しますよ、守られたことになりますよと、ね、こう言っております、はい、以上です。それではご検討ください。321番ハレルヤの前、これを歌って最後にしてください。今御霊がお一人人の魂にまた肉体にどうぞキリストの血潮の栄光を豊かに表し癒しの御業をなしてください。お願いいたします。魂はイエスに何のために命令する、完全に救い上がるなれ、癒される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 。
聖霊様、どうぞ一人一人の魂に触れ、どうぞ主がまたどうぞ肉体のやめるところ、どうぞ内臓の一つ一つに触れ、脳の働きに触れ、どうぞ主がどうぞ癒しと解放の御業をなしてくださいますようお願いいたします。あなたを褒めたたえ賛美いたします、感謝いたします。我ら一人々に生ける信仰を与えてください。からしだに一つ多くの信仰を、どうぞあなたを信じ、御言葉を信じ、癒しをまたどうぞ信じることができ、求めたものはすでに得たという、どうぞ信仰に立たせてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ主がどうぞ魂、どうぞ統合失調症を癒し、創物からの癒しと解放の御業をなしてくださいますようお願いをいたします。腫瘍に触れ、またどうぞ糖尿に触れ、内臓のどうぞ一つ一つの器官にあなたの癒しの御業をなしてください。お願いを申し上げます。聖霊様、今どうぞお一人一人に触れてください。我らの不信仰を許し清め、我らの罪を許し清め、どうぞ主がどうぞこの信仰に祈りに、どうぞ豊かな答えを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝します。イエス様の御名によって信じ感謝して祝福します。アーメン。それでは聖霊祝と父御子御霊賛美歌の7番これを歌います。聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちとともに、今も後も限りなくあらんこと。アーメン。ジュニア聖戦フェロシー聖戦のジュニアの交わりです。今日は何するんですかね。タンちゃん、タンちゃん、今日は卓球大会、はい、今日は卓球大会、はい、そして聖戦の機関士が来ております、はい、どうぞこれをどうぞご自由に使ってください。無料です。電動に持ってます。機関士の後ろの上に袋に入っております。新年の投稿カード、はい、御言葉と、はい、祈りの課題、はい、一つずつ、はい、出していただいたら、はい、その場に祈らせていただきます。あとは何かご案内ありますか。この礼拝はインターネット礼拝、また午後の英語礼拝もインターネットによって全世界全国に発信されております。どうぞ皆さんの関係者にまた教えてあげていただきたいと思います。はい、自宅で、はい、インターネットがあれば、はい、これが集会に参加できますよということを教えてあげていただきたいと思います。はい、私のいとこ、甥っ子、韓国におります、はい、今日本に来ておりますが、韓国で、はい、これにいつも出席しておいてくださるということで感謝しております。はい、皆さん方の関係者の方がまた、参加しておいてくださって感謝しております。インターネット、そして本を送ったり、いろんなものを送ったりして、はい、伝道しております。はい、イエス様の再臨の間近の、はい、収穫、リバイバルの働き、はい、私たちの働きと神様、聖霊様の働き、はい、協力作業が、はい、なされておるんだということをどうぞ覚えてい
ていただきたいと思います。それではそこまでにいたします。はい、感謝。